はい、じゃあちょっとしみ取りしていきます。今少し打っちゃったんだけど、ちょっといくよ。暑いです。みりん取りました。暑い。僕と危ないよ。これどこ打ったかわからなくなるんです、動いて。ね、みんなよく我慢してるよ。ちょっと反対行こうか。一旦ね、次反対行きますよ。目元からで。目元から行きながらな。少し目上。はい。ギリギリまで打てるんだ。あー、うん、どう思う、スイカさん。危ないよな、動いたら。だってけど痛いんだもん。ジュッちょっと呼吸ってしないで。いいんですよ。あ、バナナ。バナナ来た。おでこもするの？今日おでこはなしで。なし。チェックするっていう。チェックする手術ですね。でも皮膚はターンオーバーするからね。頑張れば10歳から15歳は若返るから、これ。頑張ろう。うん、頑張っとるよ、だけど。痛いよ。ね、ニキビ跡にも。うん、パパニキビ潰すけんな。それがいけんよね。いけんよ。で、階段で降りていきます。いいだ。うん、慣れてきたかな。うん、あの、うとにかく動かないで。今これでね、もう十分です。まだ60発なんで半分もいってないですね。もういいよ、もういいよ、わしはもういい。半分もいってないです。十分です。何発打つの？ああ、やだやだ、無理無理。ああ、もう終わり。でも、じゃあこの狙い撃ちしようか。あとは、いきます。狙い撃ちっていうのは、こうやってシミとかそばかすがあるとこだけを打っていきます。ああ、痛いの、そこすごい来る。顎ジュッて痛い。ここにこの辺、このままですか。あとこの鼻のとこかな。いきます。最後一発唇のとこ行きます。いいですか。どうかな。いいね。いいですか。カメラでも赤いのが分かるよ。分かる。あ、ちょっと、うん、いいじゃないですかね。オッケー。オッケー。オッケー。はい。美容液ね、美容液。ピシピシャ。美容液取ってきます。美容液。痛かった。わざとだけね、わざとちょっと薄いやけどみたいなのさせるの。ジュッジュッジュッって油断だけ。スイカも今日打つ？今日うちは脱毛。脱毛。足して。いいや。うちも脱毛しようかな。いちごはヒゲせんといけんへん。ヒゲの、え、どうヒゲが生えとる男子は。いけん。やった。ない方がいい。しみる。しみはせんな。しみはせん。これも。ピヨ。手が痛かった。突き火しようかなと。これはシミを取るトラネキサム酸の配合だよね。はい。さっきの美容液がビタミン。ビタミン C。でこれをティッシュでした後の24時間はすごくいろんなもの吸収。そう、吸収がいいから、せっかくね、いい美容液とかいい成分が入ってる塗り薬みたいなものは今がチャンスと。この24時間が勝負です。はい、で紫外線とかね、必要ないというか、害があるものも同じようにけど入ってきちゃうから、うん、日に当たらないことが重要ですね。はい。今日、はい、これ日焼け止めです。日焼け止めもちゃんと塗っとく。
りすごいいいよ、この日焼け止め伸びて。なんで白くならんし。確かにね。お疲れ様でした。今どうなんですか。ギリギリしてやろうよ、みんな水もやろう。いや綺麗になろうと思うとけど、と痛いね結構。これはねちょっと痛いかな。うん、痛いかな。でもねこの時だけだよ痛いの。うん、まあね。じゃねー。じゃあまたクリニックでやってみよう。夜なごとのクリニックでやってます。はーい。まあ効果はあるからな。実際すげえ効果あるんだ。うちも薄くなったよね。薄くなった。よし。バイビー。バイバイ。それでマミー。ママ。はい、ご飯食べてください。はい、おろしてください。毛穴洗浄。毛穴洗浄、毛穴のその名の通り、毛穴の汚れを取ります。じゃあ、していきまーす。毛穴洗浄は痛いの？痛いの全然痛くない。うん、なんか汚れ溜まってなさそうだけどね。うん、きれいきれい。オッケー、オッケー、はい、パチンです。もも結構吸えた。うん、おー気持ちいいね。すいません、もうちょっと顔の方を集中的に吸っていただきたいです。そんなに辛くないんだ。ポッケとか腹周りとか。どうですかシミは。全身吸ってほしいわ。背中とか。あ、背中はいいかもしれんな。気持ちいいだ。気持ちいい。手もやってみる。うん、手もやってみた。ひかちゃんにお願いする。え？鼻の穴でかいね、ひかるって。今更。チクチクじゃない。チクチク。ちょっと反対側。でも大体全然したよ。うん、なんだかんだ。いいと思います。オッケー。毛穴洗浄系。どこやるん？ほっぺただけ。ちょっと近くて取ってあげて。こういう。シミそばかすね。これで結構綺麗になったじゃない？これで。これでね。うん。いた。これでね。乾燥も軽くなってるね。だいぶ綺麗になってるわ。ありがとう。いくよ。うん、やるに行くよ。うん、手繋いで誰か。ママ手繋いでて。日焼け止めのロード持ってた。痛い、ちょっと。怖いな。あ、実際痛い。行くよ。頑張って。でもやってるからね。みんなにやってるから自分も。行くよ。痛い分かった。同じ痛みをするか
かに味わってもらって。なんで？痛かった分グッとする。やめてよ。ちょっとここは全然でいくよ。うん、ここある。いやよ。頑張れ。ついこだってやってる。じゃあ喋んないよ。そこに打つだけ。待って。分かった。しゃべんの動くがね。これぐらいで怖い。鳴き声。あと反対で終わり？うん。もうちょっとだ。頑張れ。動くな。頑張れ私。行くよ。ご褒美は何？分かった。動くな。ご褒美。ご褒美は綺麗な肌になることだ。慣れてきたかも。慣れてきた。やば。何発？10発ぐらいだよ。21発。そればっかり。本当だよ。綺麗ね。めっちゃ綺麗じゃない？本当でも傷とちょっとそばかすがあるね。うん。目が大きいね。どう？うん。気持ちいいでしょ？うん。足もニキビがあるが全然鼻の油が溜まってないわ。誰と比べて？光る光の千分の一ぐらいだ。うん、撮りたい。気持ちがいいけんでしょ。シールをどっかに貼ろうかと思って。何もできないか。うん。汚れがないけんね。気持ちよかった？でもこれやっぱしといたよね。いいよ。子供でもね。うん、さあ、いよいよティクセルです。じゃあティクセルでーす。手繋がんでいい？行くよ。待って。顔が。いや。任せるね。うん。穏やかだね。痛い。そのもんかな。あ、いいが。こっちね。あとこれは傷ね。こっちはしっかり見に行くよ、それじゃ。それでこの周りで、こっちの方が若干ニキビが多いな。痛い。よし、こんなもんかな。ニキビはニキビ。終わり。あ、一撃いっとく。終わり。いや、行くよ。動くな。もうちょっと上。動くなよ。飛びちょいて。そこ。せーの。違うやんけ。何も違うの。頑張ったね。ニキビだったもん。終わったね。タイミング違う。でしょ？タイミング違うでしょ？わかる。それわかる。私も。うちなんてさ、タイミングって一応。タイミングが違った時怒った。いや違う。笑っただけ。笑っただけ。違うやんけ。ここにあるわ。いいよ、こうして。いいってどっちのいい？やめてくれのいいらしいよ。あ、お疲れ。あのね、信用の問題だと思う。信用の問題。他に強信はあるわ。まだ酒飲んでねえもんと。お疲れ様でした皆様。ね、これ綺麗になるから。まあな。うん。これ結構効果あるんだからね。やったらしんどいけど。いい感じ。あ、いちごは？これ逃げたらいい。いちごひげが生えてきてる。みんなにそれ言われとるな。ひげがね、気になる。うん、気になるね。ふわふわしてるもんね。いちごスペシャルですよ、受験は。いちご美容スペシャルね。今やられてるから。うん。
元気になったら。確かに咳が出てね。脱毛して。そうだね。はい、じゃあねー。あれスイカってここも打ったの？泣いたから。バイビー、バイビーと。